戦国忠政は、安土桃山時代から、江戸時代前期の武将、大名、品濃小室藩の第二代藩主。後に、品濃上田藩の初代藩主。伊豆市藩戦国家二代。天正六年、橋場秀吉の家臣、戦国秀久の三男として生まれる。長兄の久忠は、盲目のために剣業となり、次兄の秀則は、 慶長5年の関ヶ原の戦いで西軍に組みしたため、戦後に父から感動されて、敗着となったため、着難となった。父と共に徳川家康に仕え、関ヶ原の戦いでは、父と共に東軍に属し、西軍方の真田正幸の品の上田城攻めに参加した。この時の功により、徳川秀忠の、忠氏の字を配慮して、 久政から忠政と改めたと言われている。また、この時期に、十五位した、兵部大輔に、ジョイ、任官している。慶長十九年、父の死去により、家督を継ぎ、小室藩五万国の第二大藩主となる。同年からの大阪の陣にも参加し、大阪冬の陣で黒門口を担当した。夏の陣では、天皇寺、岡山の戦いにおいて、真田信繁、 毛利勝ながらとヨト軍と交戦し、毛利隊の猛攻に苦しみつつも11の支給を得た。その先行と陣中により、現な8年9月25日に、シナの上が6万国に数を違法された。小諸城主時代は、父の強権的な知性によって調産した領民の既存や、浪人の機能を行うなど、領内の安定に努める一方、 神家政から国家政に変えるなど領内制度の改革にも着手した。上田城主時代には、真田の後を引き継ぎ、新田開発や産業の推進に力を注ぎ、兵能分離政策を進め、領内を八つの組で構成し、各村に庄屋を置くなど支配体制を強化した。また、寛永三年からは、上田城の大改修に取り掛かっている。しかし、 寛永5年4月20日に死去。去年51。あと、長男の正俊が継いだ。上田城は、忠政の死後に完成することとなる。上田藩への違法は忠政自らが幕府に願い出て、受理されたものと言われている。この決定事項を不服とした、真田信行は、上田藩関係の書類を燃やしてしまったため、忠政が上田藩に越してきた際。 寮内の把握に非常に苦労したと言われている。ありがとうございます。